日中の天才スイマーが見せた感動の光景に反響が広まっている。中国、広州で開催されている第19回アジア競技大会は、現地9月29日に競泳女子50メートルバタフライの決勝が実施され、日本の池江里香子は3位に。見事に銅メダルを獲得した。動画、世界に感動を呼んだ池江と超ウフェイが見せた涙の抱擁シーンをチェック。 優勝したわけではない。それでも白血病の公表から5年も経たずに国際舞台に戻り、表彰台に上がった池江の姿には、ライバルも冠類セレモニーの直後には大会新記録となる25秒10でレースを制した中国のウフェイと泣きながら抱擁し、互いの牢をねぎらった。長年ライバルとして切磋琢磨してきた。そんな池江と長だからこそ見せられた抱擁シーンは、 開催地となった中国ででも感動を呼んでいる中国のスポーツメディア、総府は、めったに感情を表に出さず、泣かな内長が泣いた、と銘打った記事を掲載。互いを尊敬し合う二人の偉大なアスリートが見せた法要は、スポーツの魅力を改めて認識させた、と指摘。そして、闘病生活を乗り越えてきた池江を、 彼女は自身の努力と精神力でただ復帰するだけじゃなくメダルを獲得するレベルにまで戻った。中国でも人気を博す池江の奇跡のレースは我々にも大きな感動を与えてくれたと脱帽した。また、地方紙、牛尾新聞はあまりに美しすぎる法要だったと絶賛。池江についてその物語は誰もが知っているはずだ。天才少女から白血病を患った彼女は 龍馬を克服してから水泳界に復帰を遂げた、と紹介。今大会に至るまでの復帰劇を記した上で、今大会の超フェイは池江が持っていた大会記録を次々破った。しかし、プールから上がれば、二人の間にあるのは最もシンプルな友情だった、とし、地元エースとのエモーショナルな関係性を伝えた。我々はともすると、試合は激しい戦いの場だ、とか、 競技スポーツは勝つことこそが重要だと考えがちだが、この2人の抱擁は試合の場には金メダルを超えた美しいものがたくさんあることを教えてくれる。